アセンション島。アセンション島は、南大西洋に浮かぶイギリス領の火山島。大西洋中央海嶺場にあり、クリーン山が島の最高峰である。セントヘレナなどと共に、イギリスの海外領土セントヘレナアセンション及び、トリスタンダクーニャを構成する。主婦はジョージタウン。南位7度56例、成形14度22例付近に位置する。1501年に、 インド遠征の途上にあったジョアンダ・ノーバ率いるポルトガル艦隊によって発見された。その2年後、やはりインド遠征の途上であったアホンソ・デ・アルブケルケ率いるポトガル艦隊により再発見され、再発見日である商店祭にちなんでアセンション島と命名された。乾燥した荒地であったために、交易上の何の価値もなかった。ナポレオンが1815年に、 セントヘレナ島に遊兵されると、イギリスがフランス軍に対する警戒のために小規模な艦隊を駐留させた。このため、アセンション島は HMS アセンションや石でできた軍艦などと呼ばれた。1821年にナポレオンが没して以降は西アフリカ近海で奴隷貿易の取り締まりを行う艦船部隊の補給及び休養の拠点となった。 1823年からは、島には、英国海兵隊が駐留した。そのため、島は1922年に直例により、セントヘレナ島の行政府の管轄下に置かれるまで、英国海軍本部委員会の管理下にあった。1922年から1964年まで、島は、インスタンテレグラフ社、1934年に、ケーブルワイヤレス社に、 社名変更によって管理された。BBC はアセンション島からアフリカ向けの放送を行っており、英国テレコミュニケーション社とケーブルワイヤレス社も島を通信拠点として今でも利用している。島にはアメリカ陸軍の公平隊により第二次世界大戦中に飛行場が造成されている。この飛行場は給油地点として有効であり、 アメリカとアフリカを連絡するだけでなく、フォークランド諸島への連絡にも使われた。現在もアメリカ軍の気候地で、スペースシャトルの緊急避難地であり、ミサイル基地でもある。イギリス空軍は、本国とフォークランド諸島を結び定期的に使用している。1982年にフォークランド戦争が勃発すると、アセンション島は、イギリス軍の拠点となった。島は、 アルゼンチン軍の攻撃範囲以外にあったものの、防衛用に、ハリアー戦闘機が配備された。また、バルカン爆撃機がここより出撃し、ビクターより空中救援を受けつつ、フォークランド諸島への超長距離爆撃、ブラックバック作戦を行った。島にある組織は、通信に関与している組織が多い。かつてアセンション島は、海底同軸ケーブルの中継地であり、イギリス。 ポルトガルと南アメリカ、西アフリカ、南アフリカを結んでいた。この海底同軸ケーブルは廃止されたが、ケーブルワイヤレス社では衛星通信システムを運用している。国際電話サービスシステムの保守を行っているほか、ヨーロッパ宇宙機関のアリアンロケットの地球局の運用も行っている。1967年には BBC は南アフリカ。 南アメリカ向け放送の中継局を設置している。また、アメリカは衛星追跡基地などを運営している。島へは一般の船の他に英国国防省が要請したセントヘレナ号 RMS ショートトンヘラナが南アフリカ共和国のケープタウンから月に一度入港していたが2018年2月に退役した。また、アメリカの補給船が年に4回ほど入港する。 クルーズ船もしばしば寄港し、島の周囲の豊かな漁場で操業する漁船もよく入港する。航空路はイギリスの RA 海ブライズノートン基地よりイギリス空軍の輸送機が飛んでいる。座席数は限定されるが、民間人も利用可能である。ちなみに国際電話用の国番号は247、インターネットにおいてはトップレベルドメインの AC が与えられている。島は面積8 8トルの大西洋、中央海嶺場の火山島で、緯度は南7度56分、経度は成形14度22分に位置する。島の大部分は玄武岩と火山採雪球で覆われている。島の火山の最後の噴火は約600年前であった。島の最高峰はグリーン山であり、 標高は859メートルである。島の気候は熱帯であることから、山は植生に覆われている。島の気温は海岸部で摂氏20、摂氏30度くらいである。年間を通して降水があり、1月から4月には、やや多くなる。島は、青海亀の産卵地として有名であり、1月から5月に海岸で産卵を行う。また、セグロアジサシも多く、 島の南西部が繁殖地となっており、多くの栄想地がある。この他にも多くの海鳥がおり、またカナリアや旧艦長なども生息している。島には野生のロバ、羊、ウサギ、トカゲなどがおり、ネズミとウサギ以外の野生生物は法律により保護されている。島の周辺海域にもサメやカジキなど多くの魚がいる。島には先住民はおらず、 島の住民は会社や組織の構成員とその家族から成り立っている。人口はおよそ1100から1200人ほどで、他に150人ほどの中流アメリカ軍がいる。集落は5つあり、行政府所在地はジョージタウン。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。